p 三十八ライトニング飛行する p 三十八 j 二十 l o 十四から二万三千二百九十六号機 p 三十八ライトニングはロッキード社が開発しアメリカ陸軍などで運用された参道設計の総発短座戦闘機。相性のライトニングは稲妻の意。ただし、これはアメリカではなくイギリス空軍が採用した際の機体名として ライトニングイと命名されたものの逆輸入である。ヨーロッパ戦線にも太平洋戦線でも運用された機体。日本軍側ではその形状から目指しと呼んでいたほか、戦争初期には低高度性能が低く格闘戦に持ち込みやすかったため、容易に撃墜できる、イコールペロリと食える P-38 ということから、ペロ8と呼んでいた。しかし、 改良を重ねたことと、速度と武装と急降下性能を生かした、一撃離脱戦法に切り替えたことにより、撃墜対悲撃墜比率が逆転、リチャード・ボングら多くのエースパイロットを排出するなど、猛威を振るった。ドイツ空軍を相手にしても、戦略爆撃機の護衛任務で、ドイツ軍迎撃戦闘機多数を撃墜するなど、活躍する一方で、戦闘機離れした。 積載能力を活かして戦術爆撃機として多大な戦果を上げてドイツ軍からデア・ゲイブルス・チャワンズ・トーファルと呼ばれて恐れられた。XP-38A1930 年代後半列強諸国で配備が進められていた高性能の単用機である BF-109 やスピットファイアなどに対しアメリカ陸軍航空隊で配備されていたのは あまり高性能とは言えないや P-35 や P-36 などだった。しかし、国際情勢の緊迫により、議会などから高性能戦闘機の配備を求める声が高まった。アメリカではボーイングで排気タービン化給機を備え、高高度性能が優れた戦略爆撃機開発も始まっており、敵国がこのような戦略爆撃機を開発した場合に、 これを迎撃する戦闘機の必要を認識したと思われる。1937年2月、アメリカ陸軍航空隊は各航空メーカーに対し単座、高高度航空用の迎撃戦闘機の開発を命じた。アメリカの飛行機は当時ドイツや日本の飛行機のスピードに追いつけなかったため、それに対抗できるものが必要だった。この時の要求は最高速度は 時速 640km、当時考えていた速度より時速 160km 速く、上昇力は高度 6500m まで6分以内で 20mm 機関砲を装備するとされた。この要求に対し、ベルエアクラフト社のモデル B-4 と共に1933年に入社し早くから才能を認められていた、 ロッキード社のクラレンス・ケリー・ジョンソンが開発中のモデル22が選定され、モデル22は6月に名称 XP-38 として開発要求が出された。本機は高速旅客機専門のロッキードが本格的な軍用機として設計した初の機体で、当時は軍での実績は皆無な新山メーカーとして見られていた。XP-38 は高速力を出すために、 発動機を2機搭載した、総発、創造機となり、中央道にパイロットが乗り込む設計となった。創造機のため、機体後部にある方向打は2つあり、昇降打は2つある、方向打の間に1つある、配置、膠着装置は、前足式を採用している。爆撃機を迎撃するのが目的であるため、格闘戦向きに運動性を良くするよりも、 一撃離脱戦法に向いた高速、重武装の重戦闘機として設計された。エンジンは離消出力1150馬力を発揮する、液霊 V 型12機とアリソン V-1710 から29、17が搭載され、トルクを打ち消すためプロペラは互いにない方向に回るようにされていた。また高高度戦闘用に排気タービン下級機を搭載した。武装は、 中央道にプロペラがないため当時の戦闘機としては特に強力にでき、25mm 機関砲か 23mm 機関砲1門、12.7mm 機関銃4丁が機種に装備される予定であった。XP-38 は全備重量が 6200kg にも達し、翼面荷重が高いため、離着陸用にファウラーフラップも装着された。 操縦装置は操縦艦ではなく、戦闘機では珍しい操縦輪を採用している。ジョンソンは設計を終え、試作機の契約がぐんと交わされた。1937年6月、試作機 XP-38 の製造が始まった。奇抜なデザインではあったが、わずか1年半で完成した。また、トラックへの部品の積み込みから完成まで、 最高機密扱いだった。XP-38 は1939年1月1日に地上滑走試験で溝に突っ込んで機体を破損。ようやく1月27日に初飛行し、15日後の試験飛行では要求をはるかに上回る最高速度時速 675km を記録した。まだビブの振動やフラップの不具合など解決すべき点は多かったものの、 アメリカ陸軍航空隊は、ハワード・ヒューズの持つ北米横断飛行スピード記録に挑み、2月11日、ベンジャミン・エス・ケルゼー注意によって、西海岸のマーチフィールドから東海岸のミッチェルフィールドまで2回の給油を挟み、飛行時間7時間5分で結んだが、ニューヨークにこの計画を知らせていなかったため、着陸許可を待っている間に燃料が切れてしまい、ゴルフ場に胴体着陸して、 ケルゼーは助かったが機体は失われてしまった。しかし、この結果に満足した陸軍から YP-38 として13機が発注された。YP-38 は、プロペラの回転方向も外回りになるように変更され、空気吸入口が発動機上部に移され、武装も 37mm 機関砲1門、12.7mm 機関12丁。 7.62mm 機関銃2丁へ変更された。欧州情勢の緊迫とともに、さらに66機が発注され、またその後に600機が発注された。9月、YP-38 は P-38 として正式採用された。武装は 37mm 機関砲はそのままだが、7.62mm 機関銃が、 撤去され 12.7mm 機関14丁へ、強化された。1940年には、イギリス空軍から P-38 購入の打診があり、英国仕様の機体を、ライトニングアイとしてロッキードは納入したが、軍事機密として排気タービンは外され、エンジンも、同方向回転型のアリソン V-1710C15R といった代物で、これは、 カタログデータとは似て非なる完全なモンキーモデルであった。ロッキード社のエンジニアは、これに対し、骨抜きされた P-38 と呼んで抗議を表明した。当然、実機テストは散々な結果に終わり、A 本土にあった3機以外の受け取りは拒否されてしまった。この時生産ラインにあった、ライトニング I140 機は P-322 のコードが付けられて、代わりに、 アメリカ陸軍が引き取る形となったが、無論、実戦に使える機体ではなく、米本土での訓練や雑用に使われただけに終わっている。こうして P-38 はアメリカ軍専用の戦闘機となった。だがアメリカでも快調なスタートとは言えなかった。パイロットにより、早くから問題点が指摘された。 フランス上空での第20戦闘航空軍の P-38 ドイツ軍戦闘機と交戦したヨーロッパ戦線での P-38 パイロットたちのスコアボード、どの部隊のものかは、不明ともに P-38 を上機とし、日本軍機相手に戦果を上げた、アメリカ全軍第一エースであるリチャード・ボング少佐と、第二エースであるトーマス・マクガイア少佐。しかし、 幕外や少佐は1945年1月7日に日本陸軍航空部隊の一式戦、春、四式戦、疾風との空戦で墜落、戦死した海中から引き揚げられたサンテグジュペリ機の全部降着装置日本陸軍、日本海軍を相手とする太平洋戦線では1942年末頃から順次投入されるようになった。日本軍機との空中戦では、 P-38 は持ち味である、高速、重武装、急降下性能を生かした、一撃離脱戦法に徹した。格闘戦を得意とする日本軍の零式、艦上戦闘機や一式戦闘機、春よりも、旋回性能で極端に劣る P-38 は、一撃離脱戦法による、攻撃時からの離脱も急降下を続けた、まま日本軍機の後方から下部を通過、 シュートアウトし、日本軍機の前方に出た後も、急降下による圧倒的な速度差により逃げ切るという離脱方法が取られた。中高度域では圧倒的な性能を誇ったが、高高度では排気タービンを持ちながらも、アリソンエンジンであることから性能が低下した。また、急降下に優れる印象を持たれる本機だが、航空でダイブするとすぐに、 主翼の一部から衝撃波が発生して激しい振動が起こった。そのため機種を起こすのが難しくなり、高度が高くなればなるほど急降下制限速度が低くなるなどの弱点もあった。振動の原因は厚い翼を用いていたのと、比較的低い速度域で空気の圧縮性の問題に当たってしまったため。しかし、20歳そこそこの兵士には圧縮性の意味すら理解できず、 ただ、P-38 は危険だ、ということが分かったに過ぎなかった。だが、それ以上に危険だったのは、片方のエンジンが故障した場合、機体が横転し墜落しやすいことだった。当時は、まだほとんどのパイロットが、時速 320km 以上のスピードに慣れて、おらず、しかも、時速 640km も出るので、エンジンが故障したら、パニックに陥ってしまい、 機体が制御できなくなるのだ。これを改善するため、アリソンエンジンを強化し、二つのプロペラの回転を、それぞれ外回りにすることで、トルクへの影響を打ち消した。これにより、飛行中の安定性が増大した。また前述の通り、P-38J 以降から、インタークーラーの大幅な小余しを行った。また J 型以降、だいぶブレーキが取り付けられ、 急降下速度は20マイルパーアワーほどの余裕ができた。それでも、兵士たちの間では、未だ P-38 は危険のイメージが強かったため、ロッキード社のテストパイロットであるトニー・レビールがデモンストレーションを行い、片方のエンジンだけで飛び、ゆっくり回転するなど、単発のエンジンと変わらない動きをすることで、p 十八の優れていることを証明してみせた。 1941年から機体の信頼性は徐々に回復していったが、戦争への実感はまだほど遠いものがあった。総発であるため操縦席からの前方視界が良好で、エンジンが離れていることから、軍用機にしては騒音が小さいため居住性については評価が高い。欧州戦線では、1942年8月に、 アイスランド基地に進出した P-38 回が北大西洋上の紹介任務で FW200 を撃墜したのが初戦火となり、ついできたアフリカ戦線に進出したが、アフリカの星ことハンスヨアヒムマル聖油タイ,イラドイツ空軍の熟練したパイロットが中べ高度で運動性能が劣る P-38 の弱点を見抜いて、 高度4000メートル以下の空戦に持ち込んだため、まだ空戦になれない、アメリカ陸軍パイロットたちは、苦戦を強いられた。しかし、経験を積むに従って、アメリカ軍パイロットの空戦技術も向上し、P-38 で編成された第14、戦闘航空軍は、統治作戦の期間中、23名のパイロットを、空戦で失ったが、撃墜確実62機、深組7機。 撃破17機の戦果を挙げている。また、戦闘機としては、大きい 900kg の爆弾積載能力と一門の、機関砲と四丁の機銃という重武装で、対地攻撃で活躍、P-38 の独特の形状の機体を目に、したドイツ兵は逃げ回ったという。さらに、152などの輸送機を多数撃墜し、空の補給路を寸断して、 エルヴィン・ロンメル率いるドイツ・アフリカ軍団を苦境に追い込む原動力となっている。欧州戦線の P-38 は、ついでイタリア戦線に転戦した。イタリア本土を空襲する連合軍爆撃機の護衛任務に就いたが、1943年9月2日には、ナポリ北方で72機の B-25 を護衛していた74機の P-38G が、 迎撃してきた145機のドイツ軍、イタリア軍迎撃戦闘機と大空中戦を戦い、10機の PE-38 を失いながらも29機のメッサーシミット BF-109、FW-190、MC-202 などを撃墜し、PE-25 は全機無事に爆撃任務を遂行して帰還している。その後のアバランチ作戦でサレルの付近の海岸に上陸した。 連合軍を空から支援した。ドイツ空軍は連日100機にも上る大変態で共闘砲空爆したが P-38 はイギリス軍のスピットファイアと連日その迎撃に出撃し300機のドイツ軍戦闘機や輸送用グライダーを撃墜し連合軍によるナポリ占領に大きく貢献した。その後イタリア戦線には 全天候型の P-38J が配備されて、さらに活躍の機会が広がったが、1944年4月頃には、イタリアのドイツ空軍は制圧されており、北アフリカ戦線と同様に、P-38 は、対地攻撃でも多いを振るい、4月11日には40機の P-38 が、たった1日で84両の機関車と輸送車43両を、撃破。 道路や鉄道橋も破壊して配送するドイツ軍陸上部隊を立ち往生させた。イタリアのドイツ軍は1945年5月2日に降伏したが、イタリア戦線で p 3 8は延べ44,296機が出撃し、4,004機の敵機と快適、そのうち731機を撃墜。 343機を撃破して撃墜率は15.2%に達した。一方で損失はあらゆる原因で131機であり、損失率は3.3%であった。ドイツ本土への戦略爆撃の護衛任務にも P-38 は投入され、特に新鋭戦闘機 P-51 の配備数が十分でなかった1944年前半には、 主力となって活躍した。1944年3月3日に連合軍戦闘機として初めてベルリン上空を飛行したのも P-38 であった。3月6日には B-17 などの重爆撃機連合660機と P-38、P-51、P-47 の護衛戦闘機800機でベルリンを爆撃し、 重爆撃機69機が撃墜されたが、護衛戦闘機は11機の損失で80機のドイツ軍戦闘機を撃墜した。ノルマンディ上陸作戦で欧州戦線も終盤に差し掛かると、ドイツ本土爆撃の護衛任務は P-51 や P-47 が主力となり、P-38 は地上攻撃任務に回された。この頃には、 ドイツ軍戦闘機は可能な限り護衛戦闘機との空戦は回避して爆撃機に攻撃努力を集中するように命じられており独特の形状で遠距離からも戦闘機と認識できる P-38 はドイツ軍戦闘機から避けられるようになり護衛任務についた P-38 部隊の戦闘日誌には来る日も来る日も敵影を見ずという記述が並ぶことになった ドーリットル空襲で、名高いアメリカ第8空軍司令官、ジミー・ドーリットル中将は、活躍の場が限られてきた、P-38 から P-47 や P-51 への機種改編を進めて、終戦時点で、欧州戦線に配備されていた、P-38 単独の部隊は、第474戦闘航空軍のみとなっていた。 余った機体は自由フランス軍などに供与された。欧州戦線において P-38 は、延べ129,849機が出撃し、敵機1,771を撃墜し749機を、地上で撃破するという多大な戦果を挙げた。一方で損失は、あらゆる原因で1,758機で、延べ出撃数に対する損失率は1.4%であった。 これは、P-40 の0.8%、P-47 の0.7%、P-51 の1.2%と比較すると、高くなっている。太平洋戦線では、欧州戦線同様に爆撃機護衛任務では、一撃離脱戦法は、必ずしも活かせるものではなく、また低空や格闘戦に誘い込まれることもあった。しかし、退治した日本機は、 ドイツ機に比べれば速度面では P-38 にガーリレー戦や一式戦は急降下特性が悪いという弱点があった。さらにそれまで主力戦闘機として使われていた P-40 と比較して、総発ゆえに航続距離が長く、欧州と比べ洋上飛行が多い太平洋戦域では P-47、 P-51 が配備され始めると縮小こそ、されたものの終戦まで、第一戦で活躍し続けた。アメリカ全軍において第一位のエースパイロットである、リチャード・ボングと、同、第二位のトーマス・マクガヤは共に、P-38 を、搭乗機とし太平洋戦線で戦果を上げている。しかし1945年1月7日、フィリピンの戦いにて第431、 戦闘飛行隊長、マクガイア少佐を長期とする P-38L4 キャ変態が日本陸軍航空部隊の一式シ趣味一機、四式戦、疾風一機とネグロス島上空で交戦するも撃墜なし、マクガイア少佐機及び両機、ジャックリットメイア少佐機損失という結果に終わった。マクガイア機は撃墜されたという説、低空。 低速で無理な軌道を試みたことにより失速、墜落したという説があり、詳細は明らかでない。いずれにせよ、超低空域下の吹奏空の格闘戦という状況だったものの、P-38 は4機対2機と奇数に勝り、長期、両機で連携の取りやすい優位にもかかわらずこの結果であった。P-38 による著名な戦果として、ブーゲンウィル登場空で、 当時の日本海軍連合艦隊司令長官山本56対象登場の一式陸上攻撃機の撃墜に成功している。本作戦は P-38 の航続距離の長さなくして話し得なかった作戦と言われるが、ブーゲンウィル登場空で許された戦闘時間は15分間しかないなど危険性の高い任務であった。アメリカ飛行士に輝くチャールズ・リンドバーグは、 ニューギニアでの P-38 の進撃に見せられた。リンドバーグは1927年大西洋単独、無着陸横断に成功したが、アメリカが第二次世界大戦に参戦する前に参戦に反対して陸軍航空隊予備役の大佐を辞任していた。だが、飛ぶことへの願望を捨てきれず、軍への復帰を希望したものの、アメリカ政府はこれを拒否していた。 1944年6月、政府の許可なしにリンドバーグは第475戦闘航空軍を訪問。初めて見る総発エンジンの戦闘機に興味を示した。リンドバーグは海軍用の総発エンジン戦闘機の設計に関わっており、第475戦闘航空軍の兵士に気に、いった点や好みの武装、実戦での航続距離や戦闘能力などを聞き取り、 性能が向上する可能性を発見した。リンドバーグは大西洋横断の経験から燃費の問題に詳しかった。指揮官、チャールズ・マクドナルドの了承を得て説明会が開かれた。そして P-38 の乗組員、整備員に対し、航続距離を伸ばす方法を話し出した。エンジン回転数を1400に下げ、 吸気圧を760に上げれば50から100ガロンの燃料が節約できるというものだった。参加していた整備員たちはそんなことをしたらエンジンが壊れると思っていたが、リンドバーグにそのことを面と向かって話すことなど誰もできなかった。しかし黙っているわけにはいかず、鋭い質問がリンドバーグに向けられたが、リンドバーグは参加者たちを黙らせ、 実際に自分がその条件で飛んでみせると言った。そして、その通りに飛んでみせた。2週間後に整備員がエンジンを調べると、どこにも異常はなかった、という。それ以来、P-38 のパイロットたちは、リンドバーグの理論で飛び続け、結果、今までの航続距離が1 4 0 0トルだったのが、リンドバーグのたった数ヶ月の滞在で、 なんと倍の 2400km に増大したのである。しかもリンドバーグは、それに飽きたらず、パトロールに同行して、敵機の撃墜に成功している。終戦間近の1945年8月14日、米国第五空軍所属の P-38.6 機が、文後水道上空において、日本陸軍第47戦隊の疾風発揮と空中戦を行った。 日本側の報告は、P-38 を5機撃墜、疾風は2機喪失。一方のアメリカ側は、疾風を5機撃墜、1機撃破、P-38 は1機喪失としていたが、互いに、経験の浅いパイロット同士であったため戦火を、誤認していた。現実には、日本側が、上空からの奇襲に成功しながらも P-38 の喪失は1機のみ、反対に、 疾風2機を失っており、古い日本側の資料での最後の空戦での勝利という認識は誤りであったことが判明している。対戦後期、各国で総発戦闘機にレーダー搭載の夜間戦闘機化が行われ、成果を上げていたが、PE-38 の場合、外部搭載量は大きいものの機体内部にはほとんど余裕がなく、レーダーは機外搭載とならざるを得ず、副坂も、 武装の強化もままならないとあって、夜間戦闘機として運用されたものは少数であった。このため、戦後にアメリカ陸軍のレシプロ戦闘機が P-51 改め五 -51 に統一された後、他の用途に転用されることもなく、海外に展開していた P-38 の多くは、現地で廃棄処分となり消えていき、1949年までに、 電気が退役、一部はイタリア空軍に送られ、1956年まで使われている。また、ホンジュラスやドミニカ、中国にも少数機が売却されている。星の王子様で知られるサンテグジュッペリは自由、フランス空軍へ志願し、偵察型の海マイナス5で飛行中、マルセイ容で撃墜された。機体の残骸は、後年に海中から引き上げられており、 ルブルジェ航空宇宙博物館で展示されている。機体性能や装備に変更がない場合は、記述を省略。武装を施した増加試作機。胴体ブームのラジエーターが外側のみであったのを両側に装備して冷却能力を高めている。また発動機を左右入れ替えて、XP-38 とは、プロペラ回転方向が逆回りとなり、以後、標準となった。 初期生産型。武装が変更され、操縦席後方に防弾後半が装備された。本来は66機発注されたが、うち30機は P-38D に振り分けられ、完成したのは36機のみだった。あとに1機が油圧キャビンを装備した XP-38A として回収されている。P-38 に防弾燃料タンクを装着。 水平尾翼の取り付け角度を変えて、XP-38 以来続いていたビブのバフェッティングを改善したモデル。なお、P-38 八 b と C 型は欠板である。実戦投入を想定し、それまでの 37mm 級大口径砲の搭載を諦め、発射速度が高く相談数も多い 20mm 機関砲へ武装を乾燥したタイプ、プロペラを ハミルトン油圧式からカーティス連動式に変換。1941年10月に量産機がロールアウト。生産数は210機。生産された機のうち99機が武装をカメラ4台に置き換えた写真撮影偵察機に改造され、回マイナス4と名付けられた。1942年4月より生産開始。 エンジンを離小出力1225馬力にパワーアップ。合計9 0 0ラムの爆弾化燃料タンクを搭載するために爆弾層を総動に設置し、空船フラップを装備。生産数は527機。うち20機が非武装の写真偵察機が高いマイナス 4A へ改造された。p g 年前頃から、 P-38F に続いて1082機が生産された。1325馬力に出力を向上したアリソン V-1710 から51、55エンジンと性能向上した通信機を搭載。181機が非武装の写真偵察機械 -5A に改造されている。G 型のパワーアップタイプ。601機生産された。 同じく写真偵察機仕様の回マイナス 5C228 機が改造。I 型は欠番。インタークーラーの位置を変更し、電動式ダイブブレーキを装備した。1943年8月に生産を開始。生産数は2970機。また、本型を回収し、武装を全廃して機種に爆撃手席を設けた、パスファインダー型、ドループスヌートや、 爆撃照準レーダーを搭載したミッキーが若干生産されている。他、写真偵察機械マイナス 5E として205機が改造。1機のみ作られた試作機。G 型の機体に V-1710 から75、77エンジンを搭載し、出力の向上を図った機体。P-38 シリーズで最多の3923機が生産された。 113機はバルテ社で生産され、P-38LVL と呼称された。エンジンは水噴射装置付きとなり、数分が限界であるものの、ブースト時は実に1600馬力を発生した。P-38L は 900kg の爆弾化1140リットルのドロップタンクを搭載するためのパイロンを備えた。また、油圧ダイブフラップと補助翼を装備し、 それらは高速時に効果を発揮した。またよく変え、各5発ずつ、対地攻撃用の5インチロケット弾を搭載できる、クリスマスツリー型のランチャーを装備可能になった。他、本型をベースに、写真偵察型の回マイナス 5E が500機、回マイナス5回、回マイナス 5G が64機改造されている、最終生産型の夜間戦闘機、機種替 レーダーポッドを装備し、機種武装を確保するために、中央道対抗部へレーダー主席を設置。L 型の生産ラインから74機が改造された。1945年2月5日に初飛行したため、活動時期は主に戦後となったが、間もなくより高性能な全転候装発戦闘機 P-82 ツインムスタングが戦力化されたために活躍期間は短かった。 P-38 をベースに開発された複座長距離戦闘機。1944年に試作機が初飛行したが、その後開発中止となった。出展、クエスト4パフォーマンス、初見性能武装ナック MS、エンサイクロペディアオブ・ユーエアー・フォース・エア・クラフト・ミサイル・システムズ、オフィス・オブ・エアー・フォース・ヒストリー、酒井三郎、大空の侍女引く、死闘の果てに食いなし、 講談社、講談社アルファ文庫、2001年4月20日、187ページ。ジョークリスティ1984、P232 ジョークリスティ1984、ピアニッシモ、218から220ジョークリスティ1984、ピアニッシモ、212から213、鈴木五郎1976、P91 ジョークリスティ1984、 P97 鈴木五郎1976 P91 ークリスティ1984 P161 ークリスティ1984 P163 ークリスティ1984 P181 鈴木五郎1976 P97 ークリスティ1984 P181 鈴木五郎1976 P100 フライングマガジン1946年2月 P108 ハタイクヒコ太平洋戦争航空誌は中央抗論者1995年ピアニッシモ43から46 50から52ラフトン LK ジュニア、クエスト4パフォーマンスザ・エボリューションオブモダンエアクラフト、NASA SP-468 2006年4月22日閲覧ありがとうございます